するこのヨーロッパスーパーカップ、ついに今年もその暑い時期が来ました。舞台はジュゼッペ・メアッツァ、あの偉大な選手から名付けられたヨーロッパを代表するスタジアムの一つです。この時間はリバプール対チェルシー、こちらの一戦をお届けいたします。コンディションですが、現在こちらは晴れています。好条件でのナイトゲームになります。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。北澤さん、何かとこの注目される大会なんですが、このヨーロッパの戦い、どうご覧になっていますか。まあ、面白いのはヨーロッパマスターズカップの覇者がこのゲームで優位に立つ展開になったことですよね。もし勝てばタイトルはもちろん、事実上欧州1のクラブを破ったことになりますからね。そんな展開を今日は期待したいですけどね。そうですね。今ファーストハーフが始まりました。ヨーロッパスーパーカップ、リバプール対チェルシー、強豪同士、世界でも注目の一戦です。今日はそれぞれにスピードと連携が機能するワールドクラスのゲームが期待できるでしょう。両チームともパワーとテクニック、いわゆる5と10をシーンによって使い分けることができる選手層が厚いチームですからね。多彩なプレーに今日は期待したいところですよね。そうですね。バークリー、ズマ、大きなタイトルをかけた一発勝負のこのゲームですが、北澤さん、両監督の采配にも注目ですね。そうですね。90分の中で流れがあるので、攻守のスイッチをどこで切り替えるか重要ですよね。選手交代とか戦術の変更とか、状況に応じた監督のベンチワークには注目ですよね。そうですね。アンドレアス・クリステンセン、コバチッチ、きた、ミドル、ありそう、フジボールになる、前線へこの長いボール、シャキリ、右サイドを上がっていきます。ヘンダーソン、シャキリ、コバチッチ、アーノルド、攻撃的なサイドバックです。裏へのスルーパス、足元大事にいきます。チェルシー、先ほどからサイドバックが随分と高い位置を取っていますね。そうですね。全体的に押し上げるイメージで、相手が引いている時なんかにも有効な選手になりますよね。またサイドの裏のスペースのケアは必要になってくると思うので、中盤の選手が1枚下がってバランスを取るなどした方がいいですよね。攻守の切り替え、まさにこれがポイントですよね。そうですね。シャキリ、ここは中央切り込む、ジョルジーニョ、クリステンセンから大きく縦、リバプールは前半まだシュートまでいけていません。バークリー、サイドのスペースへ走らせる、いいボールですね。さあ、ボールはウィリアンへ、このクロスは相手選手に当たりゴールラインを割っています。
激しいボールの奪い合い、バークリー、しかしこれよく止めましたね。いや、よく止めましたね。ファインプレーですよね。プレッシャー、このボール危険です。バークリー、ペドロ、さあ左サイドへ、コバチッチ、パスをつなぎます。バークリー、コバチッチ、コバチッチから左へ、自分で行く、どうだ、チェルシー、ここでファウルをもらいます。ここはクリア、これはよく止めました。そうですね、難しいボールでしたけどもね。いや、よく止めましたね。裏を狙っていきます。シャキリ、ロベルト・フィルミノ、これはどうだ、シュート、キーパークリアです。ズマ、アンドレアス・クリステンセン、長いボールを送ります。ジョルジーニョ、バークリー、ジルー、サイドのスペースを使います。アスピリクエタからのクロスボール、裏を狙う、コバチッチからエメルソン、リバプール、ここクリアで難を逃れます。コバチッチからエメルソン、プレスからボールがこぼれる、あーこれファール、うーん、取らないですか、レフリー。さあ左へ預けて、さあカウンターを仕掛けます。抑えていける、うわー、早く、そして鋭いシュートでゴールを狙ってきました。シュート打つまでのリズムが非常に速いですよね。あのスピードでこれだけ鋭いシュートが打てるっていうのは素晴らしいですよね。リバプール、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。キーパーから前線へ、アーノルド、ここは一旦バックパス、ジョー・ゴメス、40分を過ぎています。サラーからシャキリ、これ入るか、お、これいいですよ、抜けてくる、コース空いた、シュート、これはわずかに右でした。ジョルジーニョ、コバチッチ、ジョルジーニョ、アーチのようなパス、長いパスがつながります。ボールのどこのパス、前半終了です。15分間のブレークの後、セカンドハーフに入ってまいります。前半0対0。さあ北澤さん、前半を終了してスコアレスという状況です。ここからですよね。前半で相手の攻撃パターンはある程度分かったはずなので、それに対してどう対応し決定機を作っていったでしょうね。45分後、栄光を手にしているのはどちらか、現時点では神の水を知るという結果になっています。ヘディング、いやー、ジルー、素晴らしいポジショニングでした。最後引き裂かれましたよね。突破されて、すぐに守りきれてないですよね。今のコバチッチ、長いサイドチェンジ。アスピリクエタ、アンドレアス・クリステンセン、
ジョルジーニョ、ウィリアム、さあボールはスピリクレーターへ、いい展開ですね、とボールはワイナルド、このパスを防ぎます、ロベルト・フィルミノ、ロベルト・フィルミノから緩いフィードボール、クリア、このピンチをなんとか出します、ロベルト・フィルミノからのスルーパスは通ります、シュート、ちょっとミートが足りないというシュートでした、十分相手を引きつけたことによってセンターフリーになりましたよね、このボールに触ります、アーノルド、先ほどから随分と寄せられていますが、北澤さんどうご覧になりますか。そうですね、どこにいても常にチェックされてしまいますよね、まあ対策としては相手はゾーンの受け渡しでマークをしてきますから、その受け渡しの境目を曖昧にする動きを繰り返していくことですよね、そうすることで相手はお互いゾーンの受け渡しに関して意思疎通が混乱してミスが起こりますから、逆にそこがチャンスになるので積極的に狙って動いてほしいですよね、ケパ危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応、シャキリ、まあクリアが精一杯ですよね、この終盤振り返るとチャンスシーンは両チームともあったわけなんですが、未だスコアは0対0のままです、さあここからの展開、カット、ペドロからのアウトまで来た、押し込んでくる、来た、さらに来た、いや惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした、リバプール、こぼれ球への反応は早かったんですけどね、これは決まりませんでしたね、チェルシーはここでベンチに動きがあります、ベースを狙った、いいボールだ、サディオマネ、どうだ、来た、シュート、優勝へ大きく近づくゴールが決まりました、頭で見事に流し込んできました、いいシュートでしたね、セガスで落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね、そんな先制点を奪いました、エメルソン、大きく縦へ、ふわっと裏を狙う、チャンス、越えた、シュート、リバプール完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました、しかし惜しいシーン、いい位置でフリーでしたからね、ここは決めておきたかったところでしたよね、リバプールここで選手を変えるようです、エメルソンからターテのボール、リバプール一旦クリアで落ち着かせます、ここはすぐ奪い返します、チェルシー、エメルソン、ターテのボール、サラー、カンテ、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。リバプールとしてはリードはしてますけども、気持ち的にはほとんど差はないと思いますね、攻守のバランスに非常に気を使う難しい状況だと思いますよ、仕掛けるタイミングを図る、素晴らしいパスだ、いやこれは北澤さん、素
すごいな、これは。いや、なかなか動きますよね。やられたらやり返すですよね。いや、見入ってしまうような美しいカウンターでしたね。いや、綺麗なカウンターでしたよね。あれに相手は分かっていたとしても、今のようなタイミングで決められてしまったら対処が難しいですからね。見事な崩しでしたね。今日のゲーム、見応えがさらに出てきました。得点直後の相手って集中を切れますから ね、 ね、まさにそこをついたゴールですよね。そうですね。クリステンセンから一気に前へ、長いボール縦へ、ボールがつながる。いいプレッシャー、チャンスでしたけどもね。残り時間ありませんから、かかったところでしょうね。ミドル、絶好のチャンス、ものにできません。両チームともなかなかこうゴールをこじ開けるのは難しい状況ですよね。こういった緊迫した状況は非常に見応えありますよね。チェルシー、嵐のようなカウンター、なんとかしのぎました。絶好のチャンス、ものにできません。いや、緊迫した状況が続きますよね。最後まで目が離せませんね、今日のゲームは。マルコス・アロンソからジルー、裏へ届くか、どうする、シュート、アリソン、ビッグチャンス、ものにできません。両チームともなかなかこうゴールをこじ開けるのは難しい状況ですよね。こういった緊迫した状況は非常に見応えありますよね。リガプール、なんとか今のシーンしのぎましたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。プレスからボールがこぼれる、裏のスペースを狙う、裏へ抜けた、リバプール、ここクリアで難を逃れます。でしたけどもね、まだ時間ありますから、この試合どうなるか分かりませんね。アスピリクエタ、アスピリクエタから長いボール縦へ、ロベルト・フィルミノ、スルーパスを出す。さあ、カウンターのチャンスになります。裏へ出るか、さあ来たか、クリアです。オフサイドです。いいとこまで行ったんですけどもね、あとワンプレーあるかな。手元の時計3分を切っている状況。ミルナ対応します。サラー、オリギからフィルミーノ、フリーで受ける、シュート、こぼれた。惜しい攻撃でしたけどもね、これは見事なゴール決まった。いや、これは素晴らしい。いや、なんという、サディオマネ、北澤さん、これ今フリーになっていましたけれども、うまくマーク外しましたよね。そうですね、これはシュート前のパスが決定的だったんじゃないですかね。バスケットを受けてのタイミングがバッチリですよね。相手のディフェンダーは一歩対応が遅れましたよね。パスを受ける方もしっかりキーパーの位置を見ていたので、こういうゴールが生まれましたよね。土壇場での勝ち取った、シュート、ダイレクトで打ってきました。こう
ういうダイレクトのシュートをストミートさせるのは簡単ではないんですけどね、うまく合わせて鋭いボレーシュートですね。このコーナーはどうだ、ロベルト・フィルミナ、危ないシーンでしたがここはクリアの対応、決まりました。ヨーロッパスーパーカップチャンピオン決定の瞬間です。欧州を制した勇士たちが今シーズンを占う重要な試合でまた一つタイトルを手にします。スーパーカップ優勝セレモニーのシーンをお届けしてまいりました。それではまた新たな素晴らしい戦いに期待して。